ノーセンクノーライフ。まだこの i7 な PC をいじってるのか？そうよ、しゃぶれるだけしゃぶり尽くすわよ。で、今回は何をやるんだ？サムネにも書いてあるけど、CPU 交換をやってみるわ。そうなのか。であれ？なんかおかしくないか？別におかしいところなんてないと思うけど。このノート PC ってもともと i7 だろ？それは i5 に換装するのか？そうよ、何か問題でも？え、いや、なんで？はいはい、ごちゃごちゃ言ってないで本編行くわよ。はい、こちらが第3世代 i7-3619M が載っている NEC のノートパソコンです。そしてこちらがとあるノートパソコンの廃棄版です。CPU が載っているのぜ。こちらは i5-3230M のはずです。はず、ってなんなのぜ。捨てられそうになってたのをもらってきたので動くかどうかもわからないわ。これを捨てるなんてとんでもない。そうね、使えそうなのにもったいないから許可をもらって回収してきたわ。確かに CPU なんてそうそう壊れるもんじゃないのぜ。ということで、このパソコンで使えるか試してみます。この CPU、表面の印刷見てても、何の CPU か全くわからないのぜ。でもこれにも意味があるはずだから、見る人が見ればわかるんじゃないかしら？まあ、とりあえず乾燥してみるのぜ。ここのグリスは前回バラした時に塗り替えてるので、簡単に拭き取れます。i7 のロックを回して、CPU を取り外します。やっぱり印刷されてる文字列では何か判別できないのぜ。台の大きさが違うことぐらいしかわからないわね。それでは i5 を取り付けていくのぜ。取り付け方向は、角の切り欠きさえ確認すれば OK よ。あとは、ロックをきちんと締め切ることなのぜ。CPU クーラーもきちんとグリスを塗り直して取り付けておくわ。さあ、起動してみるわ。お、画面が出て起動しているようなのぜ。おい、なんか電源切れたのぜ。ちょっと待ってよ。今起動しようとしてたじゃない？もう一回やってみるのぜ。さあ、頑張るのよ。きたー。ちゃんと起動したわね。ちょっとびっくりしたのぜ。まあまあ、CPU は動くか動かないかだから、あそこまで起動しかけてたなら動くはずよ。そうは思ってても、気持ち悪いものなんだぜ。そうね、何にしても動いてよかったわ。そうだな、まさに捨てられる寸前だったので広いもんだったな。とりあえず、いつものあれ言っときましょうか。CPU は想定通り i5-3230M だったようね。
CPU-Z とコアテンプも見ていくわ。こちらもちゃんと i5-3230M が表示されています。2コア4スレッドで、平時の温度は40度前後です。続いて、みんな大好きシネベンチ R15 いくわよ。結果は 261CD でした。 i7-3619M の時は 547CD 出ていたので、ちょうど半分程度のスコアね。4コア8スレッドが2コア4スレッドになったわけだから、ちょうど半分程度で納得できるスコアなのぜ。そして最高温度は60度程度でかなり抑えられてるのぜ。もともとの i7-3619M だと80度近かったので、かなり低いわね。その i7 で運用することを考慮した CPU ファンで i5 を動かしているわけだから、冷えるのも納得なのぜ。ということで、今回は i7 のノートパソコンをデチューンしてみました。ベンチスコアも下がり、もっさり感が出てくるかもしれませんが、このまま i5 で運用していこうと思います。いや、ちょっと待つのぜ。何よマリサ、i5 で使っていくつもりなのか。冗談よ、ほら、再生時間を見て、まだ続きがあるのよ。おう、実は、同じ基板がもう一枚あるのよ。どんだけ拾ってくるのぜ。今回は基板だけだから許してよ。はい、これがさっき i5 を取った方の基板よ。ちゃんと2枚あるでしょ、捏造じゃないわよ。わかったのぜ。もう一枚の方も動作確認したいということだな。そうよ。同じことの繰り返しになるからさっさと行くわよ。もともとついていた i7、 一つ目の i5、 二つ目の i5、 この二つ目の i5 を取り付けて確認していきます。それではスイッチをオン。無事に起動したので問題ありませんが、念のため CPU の型番を確認します。ということで、型番も先ほどと同じ i5-3230M が表示されています。無事に動作確認できましたので、 i7 に戻して2枚の第3世代 i5 はコレクションボックスに入れておきます。今回はもらい物の i5 の動作確認ついでにスペック計測を行いました。もうちょっとでゴミになるところを救出できてよかったのぜ。 CPU はそうそう壊れるもんじゃないから動くと確信してたわ。一発目の電源が落ちた時は正直焦ったのぜ。結局なんで落ちたのかはわからないのだけれど、その後は特に問題なかったので大丈夫だと思うのぜ。何にしても無事に動いたのでよかったわ。ということで、今回の動画はここまでとなります。このチャンネルではハードオフなどで入手したものなどを修理したりなんやかんやしていくチャンネルです。もし少しでも興味を持っていただけたなら、高評価やチャンネル登録していただけると、うく主のやる気が有頂天なので、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。